皆さんやっはろう、ゼルダ以外を模索中、霊夢よ。おいっす、無理せず好きなキャラで行きましょう、マリサだぜ。初戦の相手はアイクラね。なかなか珍しい感じがするな。アイクラ使ってる人はみんな切り離しからの連撃でえげつない火力叩き出してくるから嫌なのよね。なるだけ近づかないようにした B クラはないようにって感じだな。あとは横 B が結構しんどいのよ、思ったより持続あるし移動距離もあるしね。ただここはファントムがいい感じに効いてるな。NB もロトもファントムで追い返していく戦法がいいかな。うわ、すげえ対空。着地隙を掴めばいいんだけどちょっとねー。分身の方を掴んだら悲惨だからっていうのはわからんでもないが。前にそこに横すな、これやばい。現在進行形で悲惨なレベルでバースト食らったが、なんで本体は上強なのに分身は上スマなのよ。確かにそう言われると入力はマジですごいことになってそうだな。当たったかと思ったけど分身の方だったのか。このカラーだといいけどガチで見分けつかないやつもあるからそれよりマシだけどな。ここはちゃんとピンでバーストさせてストックは追いついたわ。ガードで待ってても全然いいことないわね。それどころかネイルで隙さらして危なかったな。お、分離できた、けど DA は当たったもののファントムは横 B で潰されたな。ガードの削り値ものすごいわね。崖上がりめちゃくちゃ怖いわね。もうファントムやってればいいや。すげえギリギリで弱が出せたわ。欲張りすぎてガードされとるだな。いや待って、割れる割れる。いやめちゃくちゃ焦ってんな。下 B の削り硬いげつなくて怖かったのよ。突っ込んでくると思ったんだけどダメだったか。これはいける。クロールエレベーターが決まったが惜しくもバーストせずだな。この隙に分身の方はいけないかな。 NB でファントム消えちゃったな。当たってくんないかな。相手は崖離し横 B だったが地味にその発生を潰せたんだな。正直適当にぶっ放しただけなんだけど横スマの性能に助けられたわ。ここで空母で追い出され崖展開だな。ジャンク潰れなくてよかったわ。てかやめてやめて。なんとかした B は食らわずに済んだな。怖いからフロールで逃げましょうか。いやあ割られる。とりあえずレバガチャしないと。ジャンク読まれた。空上暴発、上スマ来なくてよかった。とりあえずきつい状況は抜けられたな。とりあえず崖上がりを掴みましょうか。はぁ、今のは本当におかしいでしょ。だからアイクラを掴みに行きたくなかったのよ。本体を投げたのはいいが分身の方が上すまし込んできたな。その辺はキャラの性能だししょうがないような感じするけどな。と入っても今のは本当に理不尽でしょ。まあいいや、パーセントは有利だしこのまま頑張るわよ。ファントムの風判定で下に落ちていったな。ネイルより食う前の方が良かったかな。安易なジャンプかられてんな。ここは回避で上がって横スマよ。あとは狙い撃ちだけ。そんじゃあ2戦目よ。相手はドンキーでお前はテリーか。マヨネーズとゲイザーをかましていきたいわね。ただドンキーが相手だとリッチングされて崖外に運ばれるのも気をつけないとね。レバガチャからそのまま落ちていくのが目に浮かぶけどな。序盤の火力取りはいい感じね。コマンドでパワーダンク打ってよかったのか。まあバーストまでに火力が必要だからコマンドで行くわ。うわ、これはやべえ。崖外に追撃が来なくてよかったな。とりあえず掴んでビシビシやってから、着地を狩る。惜しくも空母に負けちまったな。ドンキーは空母モンスターだと思ってたけどここまでとはね。なんか下 B 空打してないか。なに、私はスネークで C4 空打をめちゃくちゃ練習して30回に1回しかできないのに。なんだよその悲しいエピソード。下 B 空打はできないけど下スマはバッチリ決めていく。DA でカット飛ばしてバーストまでできればいいんだけど、空 M で飛ばされて。甘えた横スマをリフティングだな。これはナックルしないと帰れないわ。こりゃもうしょうがないな。一発かませばバーストいけるだろうしブンブン行くわよ。よし来た。弱々パワーダンクでうまくいったな。新品なだけあって十分なバースト力があるわね。凄まじく噛み合ってボッコボコだが大丈夫か。いくらなんでもボコされまくったわ。ただテリーは 100% 超えたら超きついけるしどうにでもなるわよ。どうにでもなりそうか。
いや聞かないでください。とりあえずこのストックは落とさないと、弱々バーンでいい感じ。おまけに甘えた回避も弱々パワーダンクで返せたな。メテオ失敗して焦ってウェディしちゃった。きっちり痛い目にあったな。とりあえずクマエで迎撃して。無理やりパワーダンクをねじ込んでいく。しっかり相手見てメテオしろや。空母は当たってるから大丈夫。弱からのバーンでバーストできたな。ぶっちゃけコマンドパワーダンクしようとしたらミスっちゃったんだけど、バーストできたんならそれでいいわ。とりあえずストックは追いついたが安心はできないぞ。下投げからのコンボはしないのか。やろうと思ったけど精度悪いし、そんなリスク負えないからやめとくわ。いきでー。甘えたところを強烈な横スマ飛んできたな。やべ、レバガチャしないと。ふぅ、マジで怖いわ。危な、下 B メテオ食らうところだった。もう危なっかしいな。ただ 100% 以上だし行くわよ。弱からマヨネーズバスターか。まあ繋がってないだろうけど当たれば正義よ。この調子でどんどん教室行くわよ。あ。危ねえ、マジで終わったと思った。お相手のミスに助けられたな。このもらった命なんとしても有効に使わねば。それ敵に対して使うのはおかしいだろ。外に出したら例のごとく ND 連打してから、食らえ。3戦目行くわよ。相手はジョーカーだな。こいつはもうすっかり中キャラとして板についたわね。なんだったらお前も使えばいいじゃないか。私が扱うととんでもないほど扱えないからやめとくわ。っていうか過去に1回使って悲惨な目にあったから、よほどなことがなければ多分使うことはないわね。この人はファントムをジャンプかガードするタイプの人かな。そこの見極めはめちゃくちゃ重要だな。DA めちゃくちゃ強いわね。しょうもない回避上がりを横済まされてしまった。うわ、崖奪い。何やってんだ、崖外だぞ。なんとか助かった。うん、やっぱり反落ガードはしないみたいね。とりあえずファントムでぶっ飛ばして。アルセイヌが来たな。でかい一撃もらえば終わるから慎重に行きましょう。で、今の当たってないの。さすがのジョーカーの空母だな。このファントムは当たったからいいけど良くないやつだわ。ND 連打、珍しいことするのね。しっかり後隙にクロルが当たったな。マカラはしてくるのかな。おいおいなんだよ今の。跳ね返ってきたファントムをジャスがしてネイルで差し返したわ。ファントムを返そうとして打ったネイルが遅すぎたんだな。反応速度が遅いことが役に立つって悲しいわ。ここはテンプレの崖ファントムよ。回避上がりに横スマが綺麗に入ったな。先にバーストできたのは大きいわね。あとは空母と各種スマッシュだけ気をつけていきましょうか。この崖展開は怖いな。今危なくなかった。っていうか普通にすっぽ抜けて単純にこのファントムはやっちまった。おお、今の帰れるのはすごいな。今の帰れるのか。いや偶然なのかよ。よしよし、やっと反落したわね。今の陣をかわすとは超人かよ。付き合ってもいいことないし、ガン逃げで行きましょうか。それは甘いわよ。ふっふっふ、ガン逃げはするけどバーストさせないとは言ってないのよねー。さっきから何一人で喋ってんだ。バチコリ決まって賢者タイムなだけだから気にしないで。ふぅ、とりあえず稼ぐだけ稼いでいくわよ。強烈なその場回避からの下スマだったな。ものすごいバースト食らったけど、まるまる1ストック有利だし余裕を持っていきましょうか。余裕とか言ってボコされる。もはやテンプレだな。好き放題されてるようだけど、どう考えても私が悪いわねー。気持ちいいプレイできたからってすぐ調子に乗るのはやめた方がいいな。そうね、ちゃんと堅実に立ち回るようにするわ。アルセイヌ来たし引き気味で行く感じか。うん、とりあえずいなくなるまでちまちまやっていくわ。もう一発映画音が来る。いい読みだな。さっきも映画音2回やってきたからね。おお、怖。まずい。なんとかアルセイヌはやり過ごせたな。持続で空母当たってしまった。今の復帰4年の、今のはさすがに偶然だと思うがな。クマエ一段、バーストには繋がらずだな。空中からの差し込みが多いから半角でなんかできないかな。来た、ここは後ろ。そしたらディンで締める。
というわけで今回はパート30記念ディンバースト特集でした。途中でテリー入ってたが、あ。まあやたら強いディンってことで、なんだその強引な理解。てなわけでこの動画は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画はいかがだったかな？よければチャンネル登録、高評価、コメントも待ってます。また別の動画でもお会いしましょう。じゃあバイバイ。パート30か、結構長い間やってきたわね。実際には間にちょくちょく特別編みたいなの入れてるから30より多いけどな。もちろんこれからもどんどんパート数を増やしていくわよ。私の動画のパート数も増えてきたし一緒に伸ばしていけるといいな。そうね、目標は高く、目指せスマブラだけで100本よ。